ここ開けてていいね。何かに使えるかも。探索の拠点にするのもいいかもしれねえな。よし、こんな感じで気になるところを調査していこう。それじゃあひとまず。あの一番大きな島、あれを目標にして進んでいこう。ワクワクするよね。宝探しは冒険の醍醐味。知ったる風剣島も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。それもそうだ。チアいろんな素材が手に入りそうだから、どの島に行くか迷っちゃうな。